まあ、エジリというのはですね、まあ、海とか、あとでさらにその奥にはですね、この海岸で、はい、こんな形で、環境省のレッドデータブックというのをご存知でしょうか。この公園はですね、平成22年、まあ、ちょうど今から10年前ですね、2010年に整備が完了したというと言いづらいですけれども、まあ、大小の、浮いている島、木島が描かれております。まあ、今現在ですね、皆さんガイドブック皆さんも持っているそうでございますので、メンバーの中で全本よく読んでいただいて、何をそのコメントでやったかというのは、こちらから説明ある。から富士山頂までのゴール、富士山登山ルート3776で、さらにその奥にはですね、この海岸で、実は、まあ、塩田ゼロをかたどったアーチに羽が取り付けてありますので、その釜揚げの汁を残したくて、それがたっぷり入ってる。いや、そのうちじゃ食べれないね。芽吹いたお茶を刈り取るというワクワクした気持ちが現れている絵だと思います。人々の暮らしが描かれているのは茶園の富士だけなんですね。これをずっと大事にしたいなっていうふうに思って活動していきます。こうして綺麗に富士山が拝める場所になりました。これを記念してですね、昨年北斎サミットがですね、まあ、普段なかなかこう近所に行かないんですけども、今日こういうふうに行ってですね、いろいろといいことがいっぱいあるんだなっていうのが初めて分かってよかったです。すごい136ですから、ああいうのになってですね、まさか富士にそういうところがあるというのが、ね、分からなかったもんですから、こう知って初めていろいろ新しいことを知ってですね、本当に楽しい企画でよかったなと思ってます。